トム・ホランダーは、イギリスの俳優。オックスフォードシャー州オックスフォード出身。両親ともに教師。子供の頃は、ナショナル・ユース・ミュージック・シアターに所属していた。1981年、14歳の時に、BBC のドラマ、ジョン・ダイアモンドで、主人公、ウィリアム・ジョーンズを演じ、本格的に俳優デビューした。ケンブリッジ大学セルウィン・カレッジ在学中より、 様々な舞台に出演。卒業後、同大学で学んだサム・メンデスの舞台に数多く出演するようになる。以降は、舞台、テレビ、映画と幅広く活躍している。身長は165センチメートルと小柄であり、その体型を活かした役を演じることが多い。1992年、東京グローブ・ザ・ショウヘイ・チーク・バイ・ジャンル公演でお気に召すままの娘役シー・イリアで来日。 その後、舞台、The Way of the World での公演が認められ、イアン・チャールソン賞を受賞。2005年、プライドと偏見のコリンズ氏役で、ロンドン映画批評家協会賞助演団優勝を受賞した。ありがとうございます。